はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ファイナルファンタジー4、ピクセルリマスタースイッチ版、セシル一人旅、続きやっていきましょう。今回は、バブイルの塔からです。アイス系は回収しなくていいっすかね。結構使えるんですけどね。ここはね、ボス強いっす。一人旅だと結構きついよね。広いね。オッケー、着きました。グリーンベレーにして、で、鎧どうするかやね。いやー、でも眠り防ぎたいよね。防御結構落ちるんですが、まず睡眠ガス使ってきて、眠らせてくるんですよ。で、その後毒やったかな、毒使ってきて、なんかレーザービームみたいな、そのコンボがね、一人だとまずいよね。まあちょっとこれでやってみてですね。このピクセルリマスター版初めて戦いますし、ちょっとわかんないですよね。弱そうでしょ。これは大丈夫です。音楽が変わってから。はい、楽勝。こいつも雑魚っすね。いや、痛えな。こっからです。ここは大丈夫。いや、いけるな。眠り伏せたら楽勝ね。ビーム。で、この後レーザー。余裕でした。大丈夫でした。コンボ食らったらまずかったけどね。囚人の服は最強でしたね。はい、楽勝。
やーん。シドかっこよすぎるね。バロンへ向かう。弟子に会いましょう。で、もう一度塔に行きます。で、次なんですが、次はここの洞窟です。ここに城があるんですが、ここの宝は回収してあります。はい。ということで、今回ここまで。ご視聴。ありました。